大相撲の宮城野部屋で起きた元幕内北西方の暴力問題で伊勢ヶ浜一門が同部屋の力士ら全員を一門内の別の部屋に転籍させる方針を固めたことが9日分かった複数の関係者が明らかにした10日にも日本相撲協会に報告する認められれば宮城野部屋は事実上の閉鎖となる今回の暴力問題をめぐっては管理責任を問われた宮城の親方が 2月23日にあった協会の臨時理事会で、委員から階級が最も低い、年寄り、絵の2階級降格と3ヶ月の20%報酬減額の処分を受けた。部屋の運営を担う師匠の立場を外れ、同一門の大島部屋付きの玉垣親方、元小結友の花、が師匠代行を務めている。4月以降は同一門が部屋を預かり、 運営方法を検討することになっていた。